2月2日、木曜日、午後10時30分か、を回りました。4号頻号の夜、第392回、今夜もどうぞよろしくお願いします。今日も、昨日もですけど、今日も、宮崎県は、風が強かったです。まあね、日本各地、積雪、豪雪、もうすごい、もう雪が、降っておりまして、結構ね、事故とか、ございますんでね、くれぐれも、ご注意ください。宮崎、雪が降らないから安心だっていうわけもなく、結構風が強くてね、大変ですので、突風によっていろんなものが飛んでくるんでね、怪我に遭わないように、くれぐれも、注意したいと思います。はい、今日はね、ちょっと、本当はキャンプ取材に行こうと思ったんですが、ちょっと、昨日朝何時ぐらいまでかな、取材、仕事を、早く切り上げようと思ったんですけどね、やってまして、ちょっと今日は、野暮用というか、その他の仕事を、やっておりました。いろんな、イベント関係の準備とか、取材の準備とか、文書とかを、ね、作ったり、昨日、夜に会議があった、3.11 の、さよなら原発宮崎命の広場というイベントの、ページを作ったり、記事を書いたりしておりました。今日はね、何をしていたかというと、学生の皆さん、福島大学の皆さんを中心に、JASP という、学生さんの団体がございまして、その団体が、2月の15日、16日、の両日、2月の15日が沖縄から、2月の16日が宮崎から、たすきリレー、一本のたすきを、リレーをして、日本中を、走り抜けて、3月11日、福島にゴールをしようということで、いろんな方々の皆さんの思いやね、願いをたすきに込めて、まあ、学生さんだけではなく、サラリーマン、主婦の方、いろんな方々もね、学生さんと一緒に走って、たすきをリレーして、そのたすきを、福島の方に届けようと。まあ、同時に、いろんな、メッセージを、お願いをしたり、お昼からは、トークショー、イベント講座、いろんな話し合う講座とかもあるみたいで、まあ、学生さんがね、主体となって、この 3.11 をどう考えるのか、どうすればいいのか、ね、ということを、まあ、考えるイベントにしたいということで、その、JASP の宮崎県支部の、学生さんの方に取材の依頼書、を、書いて、送ったりしておりました。まあね、いろんな団体さんがいろんな視点で、自分たちにできる 3.11 に向けた取り組みっていうのは非常にいいのかなというふうに思うんですよね。まあ昨日紹介しましたさよなら原発宮崎命の、広場、これもね、前回の 9.11 すいません 9.11 の、集会の時よりも分かりやすい内容となっているんですね。というのが、9.11 の集会の時にはですね、情報発信がなかったんですよ。一体、どういう団体が、どういう意図で、またどんな目的で、その集会をやっていくのかという情報がね、あるホームページにも情報を書いてませんし、当然インターネットにも、そういった、詳しい情報がない。一体誰が参加して、どういう団体が参加して、このイベントを作っているんだろうと。まあ、老連とか、いろんな団体さんが動員で、参加してましたけれど、そういったね、なんていうか、紙面レベルでの
集会活動とか行う場合に、情報がね、ちょっと流れてくると、僕らも参加しやすいのかなということで、まあ、今回、まあ、ある方を通じて、3.11 のイベントの実行委員会の中にスーッと入り込んで行ったんですけれど、まあ、僕は何するかというと、情報の透明化、一体どういう団体が参加して、どういった個人がいるのか、どういった方々がどういった意図で参加するのかということをね、広くガラス張りにしてね、どん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 情報を、発信していかないといけないと思うんですよ。またどこぞのうさんくさい連中がやってんじゃねえかというような懸念もある。特に宮崎は足の引っ張り合いがあるんですね。まあ、今回の場合には、昨日も言ったように自民党、社民党、民主党、共産党、党派、党利、党略を超えて、広く県民として参加するということ、これはね、非常に大きな意義があるんですよ。自分の主義主張を超えて、命、ね、命というテーマのもとに、集まると。肩書き、ね、とか、なんだ、そこのおさんくさい団体は、ああいう団体が入ってると俺は参加しない、というようなことではなく、いいんですよ。誰でも来て。来る者は拒まず、去る者は追わずで、どんどん来て、ウェルカムよ、ということで、参加しないと、議論も何も生まれない、っていうところがあると思うんですよね。特に今回は、そういった、宗教界、牧師さんも、神父さんも、お坊さんも参加しているという、あと、さっき言った自民党も共産党も民主党も社民党も参加している、NPO 法人から市民団体、いろんなね、活動団体、市民活動団体、研究者、元 GE の技術者、いろんな方々が参加しているということは、本当、広く情報も透明化して、外部に向けてどんどん情報を発信していかなければいけないと思うんで、まあ、僕のような、広報担当といいますか、市民メディアがね、まあ、広く情報を発信していくと、その中で、参加する、しないというのを判断すればいいと思うんですよね。参加しないから、お前は原発派かというわけでもないわけであって、参加するから、お前は共産党の仲間かというわけでもない。ね。そういったところ、なんかね、参加すると、まあ、何度も、まあ、共産党か、お前は。というふうな、短絡的な話になってくるとおかしくなるんですよね。俺は日本人であり、日本が好きであって、まあ、天皇陛下を尊敬してますし、純粋な日本人でございます。ね、その中に、まあ、自分の主義主張と合わない人間が入ってきたって、目的は同じ、原発反対、命を守っていきたいという、目的のもと集まったんですからね、もっと広く心豊かに、集会にデモに参加してもらいたいなと思います。まあ、実行委員会が、毎週水曜日、午後7時から9時ぐらいまで、市民プラザ3階または4階の会場で行われますんでね、俺はちょっと意見がある、俺も参加したい、何かやりたい、いやそれ反対だ、もっとこういった、集会にしてほしいというようなご意見とかあったらね、どんどん言ってもらっても構いませんし、僕も昨日の、集会で結構あれこれと、発言をしましたんでね、まあ、自由に発言ができるっていう雰囲気でもありますんで、特にそんなにこだわる必要はないのかなという気がしておるところでございますんで、どうぞ多くの、県民の皆さんの参加をお待ちしております。参加しないことには議論ができないわけであって、ガイガでガヤガヤ言ったって何も始まりませんね。山本太郎さんのようにどんどんね、進んで参加して、自分の主義主張を言うのもいいし、まあ、参加しないんだったら、まあ、参加しないでもね、午後2時46分に黙祷するとか、それでも十分思いは届くと思うんですよ。その中で僕は
ステージイベントの中でオラホのラジオ体操ということで命、昨日も言いましたように、仮設住宅とか慣れない環境で、運動不足、健康状態が悪くなっていくという方々もいらっしゃるんでね、日頃からできる運動、まあ、元気とか笑いとか笑顔とか笑みというのはやはり体が健康でなければダメなんですよね。そのためには体力づくり、元気になるようなちょっとした運動体操をするのもいいと思うんですよ。まあ、そこでね、まあラジオ体操をやって祈りやさよなら原発にどうつながるのかというようなご意見もあるかと思うんですが、それは大きなテーマであって思いを伝えたいという表現方法はそれぞれ自由でいいと思うんですよね。僕は健康面、元気な笑顔、笑い、笑みは体操からということでね、オラホのラジオ体操、東北弁でラジオ体操をすることによってなんか元気になったり、あ、この方言懐かしいなという方もいらっしゃると思うし、石川啄木のように昔は停車場に行ってね、自分の田舎の方言を、訛りを聞いて、あ、懐かしいなと思ったことを、今度は河川敷でラジオ体操をしながら、あ、オラホの田舎はどんぎかな、あ、違うか、どびかなとかいうような、ね、ちょっとした5分ぐらいの時間なんですけれど、思いを馳せて、ラジオ体操をすることによってね、東北の皆さんに頑張っていきましょうというようなこと、なんか祈りとかさよなら原発とかいう大きなテーマとは、違うのかな、違うのかなって言ったら、その他ステージイベントで郷土芸能とか神楽とかいろんなこともあるということで、結構昨日もね、それでどうするかという話をしていたんですけれど、ただ単にね、言論の自由で、原発反対という連呼するだけじゃどうしようもないし、まあ、ある方が代引、みんなで地面に倒れて死んだふりをして抗議をしようというけれど、うん、今はね、そういったタイプのデモ集会の時代ではないということは、お皆さん、うすうすと分かってますんでね、代引をしようって言ったら、周りから、え？いつの時代の集会なんだっていうような声も出てましたけどね、まあ、いいんじゃないでしょうか。いろんなバリエーションがあってね、そんでちょっと、オラホのラジオ体操をね、もしできるというか、もう僕も実行委員に入ったので、やるためにちょっと、ピシッと、いただいた時間内にね、東北の皆さんに思いを伝えたり、またね、YouTube、Ustream とかで動画配信とかもやってみたいと思うんですけど、まあ、僕がもう言い出しっぺになったんで、昨日の話では、大谷さん、あんたがステージに上がってラジオ体操やってね、で、オラホの方言でやってねって言われたけど、僕は東北の人間じゃないんで、できないんで、まあ、CD を使うと思うんですけど、ラジオ体操をする、みんなの前でということになってるんですけれど、まあ、どうなんだろう、石巻の実行委員会さんの許可を得て、プロジェクターを借りれれば、プロジェクターに、ね、本間さんの YouTube の動画を流して、それを見ながら一緒にやるというのもいいのかなというとこなんですけどね。まあ、ちょっとそれは今後の実行委員会で、まあ、プロジェクターを借りるとかなるとお金がかかっちゃうんで、と考えていきたいと思うんですけれど、なんかうまくね、演出を考えてやっていきたいというふうに思っているところです。はい。今日は、いろいろというテーマでお話をしようと思ったんですけど、もっとタイトルを絞って、ダイヤモンドエースという、なんだそれっていうような、内容をお話をしたいと思います。先ほど夕方、家に電話がかかってきました。もしもし、私どもは KDDI 株式会社の、au 光の代理店でございます。ダイヤモンドエースと申します。お宅様の、家の方では NTT
フレッツ光をお使いと思うんですが、今回、KDDI の au 光の方に切り替えませんかという、いわゆる光インターネット回線のサービス、加入勧誘の電話だったんですね。お、KDDI は、ね、この前電話があったんですよ。au の、インフォメーションセンターから。携帯電話に。それも au の本体からの、本体という au 本社からの電話だったんで、当然携帯から電話来るんですけど、あれと思ったんですね。で、はい。で、まあ、僕いつも聞くのは、この電話番号をどうしてたんですかっていうと、うちは NTT、フレッツ光は使っていないんですよ。私の家は、どうやって NTT フレッツ光を使っているということが分かったんですかという2点を質問したんですね。いえ、ほとんどのご家庭が NTT の電話回線を使って、NTT のインターネットを使っていると思っていますので、お電話しましたと。あ、そうですか。で、この電話番号はどういったかったんですか、まあ、電話帳で確認したんですよ。まあ、電話帳に、僕の家が NTT の光を使っている書いてあるんですか、いや、何も書いてませんと。じゃあ適当に電話してるんですかって言ったら、すいません、ちょっと変わりますということで、オペレーターのはずなのに、オペレーターが、質問に答えることなく、上司をすぐ呼んできたんですね。なんだ、と思ったんですけど、しばらくして、佐々木という、もう名前言いますよ。佐々木という上司が出てきました。まあ、若い男性だったんですけど、あ、申し訳ありません。オペレーターの不手際がございまして、担当変わりました。佐々木と申します。お宅、KDDI 株式会社の、au 光の代理店だそうなんですけれど、僕の家が NTT フレッツ光を使っているっていうのをどうやって分かったんですかって聞いたら、いや、うちは KDDI の au 光の代理店ではございません。とまず言ったんですね。は、先ほどのオペレーターは私に第一声で KDDI 株式会社の au 光の代理店でございますって、お話ししましたけれど、違うんですか？きっぱりと、はい、違います。え、じゃあ、嘘を言ってるんですか？いや、嘘を言ってるわけではありませんと。いや、嘘でしょ、まあ、うちの家は NTT フレッツ光を使っていないんですよ。どうやって分かったんですか？ああ、それにつきましては、予想で皆さんお使いだろうという予測で、お電話してるんですよ。それでよく営業できますね。踏みに行ったんですね。で、お宅はどこの光インターネット回線の、代理店で動いているんですか？って言ったら、ちょっと驚きました。EO 光。EO は、ひらがなの、あ、違う、アルファベットの E と O ね。EO 光。関西電力グループの K オプテコムの、光なんですけれど、一緒ねと思って、あれって関西電力だよねって。なんで関西電力の EO 光が使えるのかなと思ってね、言ったんですよ。EO 光って、どこの光、インターネット回線なんですかって言ったら、佐々木というお兄ちゃん、これ何でしょうかね、はい、九州電力の光ですって言ったんですよ。え、九州電力の光インターネットに EO 光ってあるんですかって言ったら、はい、ございますって言うんですよね。あ、そう。僕ね、僕の家は NTT のフレッツ光じゃなくて、九州電力グループの九州通信ネットワークのビビックを使ってるんですよ。ったら、え？って一瞬、え？って言ってるんですね、この方で。うん。ですんで、九州電力が EO 光を扱ってるわけないでしょ？ビビックしかありませんよ。って言ったら、あ、そうですかって言うんですよ。あ、そうですかっていうか、オタク EO 光の代理店なんでしょ？ったら、はい、そうなんですよ、って。だったら、どこの会社なんですかって聞いても、どこの、Q
九州電力って言うんですよ。いや九州電力はビビックなんで、まあ、飯尾光は関電、関西電力なんですよ。いつこれ名前言わずに。てかビビックは九州電力でしょ？飯尾光はどこなんですか？たら、はさきっていう担当者、しばらく待ってくれって言って電話を置いて、確認に行ったんですね。飯尾光の代理店なのに、親会社の名前がわからないという、ものすごいまずい状況を作っている。ああ、なるほど。怪しい会社やな、っていうふうな思ったんですけど、2、3分して、失礼しました、って言って、電話しました。飯尾光は関西電力です、と思ったんですよ。関西電力じゃなくて、関西電力グループの K オプテコムなんですけれど、一言も K オプテコムという名前は出なかったんですね。関西電力ってなったんで、あ、そう、名前いいわと。関西電力の飯尾光が九州で使えるの？どうなの？って聞いたら、まだぐだぐだ言うんですよね。光インターネットがどうのこうのこうのこうのって、同じ電力会社だから、使えるとか言うんですよ、変なこと。本当？本当に使えるの？例えば、九州にいて関西電力の電気使えるの？あ、使えるんですよ。これ、企業用の電力はですね、電力の自由化によって、九州管内であっても、関西電力の電信柱ありますよ。市内でもね、結構何箇所に、九州電力とは違ったマークの電柱があるんですね。だから関西電力の電柱だったんですけれど、電力の自由化によって、企業に関する売電関係は、参入できるということで、関西電力の電柱があります。電気はね。だけど、インターネットの通信網に関しては、もう、提供エリアは決まっているんでね。関西電力系のインターネットが当然九州で使えるわけないっていうのは誰でもわかるんですよ。それを なんだ、関西電力のネットワークから九州電力にどのこのっていうから、それ本当？考えてみてって、バカでもわかるよって。関西電力関西管内ですよね。だったら普通インターネットも関西管内ですよね。使えるの？って言ったら使えませんって言ったんですね、佐々木さんが。だからなんで使えないのに電話してくるの？お宅、僕の電話番号分かってるよね。市外番号何番？098って切ったんですよ。で、普通は098551の89なんだけど、それを098551523ですよ。って言ってるから、変を切るのが0985だよ。あ、でもね、0985にしても、098にしても、同じ九州管内だよ。え？なんで九州管内に電話してくるの？お宅の会社は東京だよね。うん。で、なんでその、前もって、マーケティング？ターゲットの絞り込み？やらないの？ランダムに電話してるの？申し訳ありません。ランダムに電話取ります。なんで使えないサービス提供を、使えない地域に電話して営業やってるの？って。って言ったら、もう向こう平山に申し訳ありません。申し訳ありませんね。わからないよ。お宅らちゃんとした会社なの？怪しい会社ないの？っていうふうに聞いたら、いや、ちゃんとした。ですと、インターネットで調べればホームページがありますって言うんで、はい、お宅の会社、ダイヤモンドエースだよね。はい、飯尾光の代理店だよね。ということで、一回電話を切って、インターネットで飯尾光代理店、ダイヤモンドエースって言ったら、出ないんですよ。ホームページが。出てないからもう一回電話して、お宅のホームページ出ないよ。飯尾光代理店、ダイヤモンドエースは出ないよ。って言ったんですね。佐々木さん、ああ、
そしたらですね、エースプロジェクトという会社名で出ると思いますって言ったんです。出ないんですよ。株式会社エースプロジェクトの本体のホームページは出ないんですね。どっか求人サイト、求人案内に出している、あの求人募集の会社名の中に、株式会社エースプロジェクトってあるんですね。そこで、まあ、会社が東京にあるっていうのは分かったんですけれど、でなんで EO 光の代理店としてのホームページはないのって言ったら、あーって言い出して、何こいつと思ったんですけど、あーって出して、EO 光の代理店は2月から始めたばかりで、まだホームページありませんって言い出して、あれさっきあんたホームページあるって言ったよね、じゃないって言うのって言ったら、はい、すいませんって言い出して、また矛盾したことを言い出すんだよね。あんたね、あれこれあれこれ、ね、あの、話を変えていくと、ほんと信用できない、無さんくさい、怪しい、ってこと思われるよ。明日ね、もう一回電話するし、国民生活センター、消費生活センターにもね、電話しないとね、危ない、怖いからね、電話するわ、ということで電話切ったんですね。で、その後、試しにもう一回電話したら、ご案内の通り、電話通じない、普通。ブーブーブー、もう電話がつながらない状況でございました、ということで、あのダイヤモンドエース、エースプロジェクト、エースプロジェクトは会社本体の事業内容が書いてあるんでね、まあ割と仕事やってるのかなと思ったんですけど、従業人が10人とかなんか、えらい小規模の会社の割にはコールセンター事業とかなんたら事業とかいっぱい書いてあるんだけれど、ちょっとわけのわからない会社だなというところでございますんでね、もしあの今後九州管内、宮崎管内で EO 光、もちろん EO 光は使えませんよ、 EO 光代理店のダイヤモンドエースです、またはエースプロジェクトですという名前でお電話があったら、あのそれもうさんくさい代理店ですのでね、相手にする必要はないと思います。ただそういった電話がねかかってきた場合に、一応情報収集としてね、代理店の名前、本社の住所、電話番号、担当者の名前、まあきちんと押えてメモをお願いします。それプラス通話内容、どこの光インターネット回線の代理店なのか、あとはね、代理店によってはね、美味しい特典を言うんですよ。その特典がどういった内容か、例えば何万円キャッシュバックをするとかね、なんかありえないような特典をつけるバカな代理店も結構昔はありました。ヤフー BB が流星の頃は、何ってそんなに特典つけるのというぐらい、特典をつけていた熊本の代理店がね、おったんですけれど、これ問題になったんですよね、後ほど、その後ね。だから、サービス内容、特典内容、そういったところがね、分かれば、メモしておいてください。もし、私のブログが分かればね、ブログの方にコメントに、こういう電話がありました。まあ、ダイヤモンドエースとは関係ない。ところでもいいです。他の代理店でもいいです。お父さん臭いな、怪しいなという代理店からの情報でもいいので、ブログの方にコメントをいただけると嬉しいです。まあ、今後、転勤、卒業、進学、そういったシーズンに向けてね、もう携帯電話会社も、学割とかね、始めてますよね。学生さんの割引、そういった、春の移動シーズンで、気分を変えてインターネットも変えませんかということで、代理店からの電話が今後どん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 かかってきますんでね、いつも僕言ってますように、おいしい話はございませんということと、インターネット関係の契約はですね、しっかりした代理店会社でお願いしますということで、自分がお住まいの地域ではどんなサービスがあるのか、
えば、明略しないであれば、NTT のインターネットサービスね。NTT、ビビック、AU、光が、大きい、すいません、あと、ケーブルテレビ、4本が大きいですね。NTT、AU、あ、固まった。すいません。あれ？すいません。AU、NTT、NTT ね。AU で、ビビック、ケーブルテレビ。4つプラス、あと、まあ、小さいところもあるんですが、EO 光って聞かないような名前の会社が、出てくるときにね、ちょっと、調べる余裕というのもあればいいのかなというふうに思います。まあ、みんなが使ってるところ、一番安心なのかなという気はしますけどね。そんで、気をつけましょう。それと、有線のインターネットだけではなく、無線のインターネット、データ通信カードを、今、このデータ通信カードを契約すると、パソコンが、なんと、1円というふうな会社もありますんでね、それも裏があるということ。2年間の通信をお願いしますとかね、2年間の縛りがあるとか、パソコン1円というけれど、実際、高いんですよというからくりとかね、結構ありますんで、自分が納得した上で購入しないといけないと思いますんでね、そのあたり、情報が溢れてどうしようもないというのがあれば、僕の方にご連絡をいただければ、情報を提供することができますんでね、どうぞよろしくお願いします。まあ、いつも言ってますが、賢い消費者になりましょうと。業者、企業の言いなりになれば、ダメですよと。言いなりはもうダメですと。消費者が、ユーザーが逆に企業を、会社を、商品やサービスを選ぶという時代ですんでね、受け身になったらおしまいです。自分から動いて確認しましょう。はい、ということで、ダイヤモンドもエースもありません。なんかね、かっこいい名前をつけて言っておりますけれど、あーね、情報は確認して、失敗しないような、プロバイダー選び、インターネット選びをよろしくお願いします。まあね、前も、なんだ、激安家電販売のディンクホールディングス、話もしましたけれど、本当インターネットに美味しい話が転がっているようなことはございませんのでね、そこはちょっとお気をつけください。はい、今日はね、ちょっと、いろんな、仕事をしていて、キャンプ地には行ってませんけれど、僕には、大きな命題が、課題があるんですよ。2年前の、ジャイアントのキャンプ、2軍なんですけど、2軍のキャンプに結構有名な方がいらっしゃいます。一人応援団、インターネット界隈では結構有名な方で、京都から車で、来ているとかね、結構あちこちで見てますよとかいうような、情報が、掲示板で流れております。僕も2年前に、お会いして初めて見てお会いというか初めてビデオに収めて、おすごいな、かっこいいなって一人でよくできるなっていうなと言いながら。ちょっと感動したんですけどね。そんで去年は新宮岳の、噴火災害のボランティア活動に行っておりまして、キャンプには行ってないんですよね。2年ぶりにその一人応援団さんにお会いできれば単独インタビュー、独占インタビューを、したいなというふうに思っているところです。まあ、でもう一軍はもう2月の18日のオープン戦が終わったらもう沖縄に行くんで、2月の19日以降は、まだ2軍もいるんでね、紅白戦練習試合とかあるときに多分彼も来ますんで、まあ、週末土曜日を中心に来るのかなということなんで、まあ、今週末はね、なかなか、行けないんですけれど、明日ジャイアンツのキャンプ地に行って、
様子を見てみたいと思います。できればね、1軍、2軍、2軍ね、2軍の、キャンプ期間中にインタビューができれば嬉しいです。一人応援団さん、よろしくお願いします。はい、ということで、今夜の、4個言語の夜第392回、この付近で、終わりにしたいと思います。また明日も、同じ時間帯に放送しますんでね、もしご時間ございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。